90式3号水上偵察機 e 5 i 1 e 5 k 1 9 0式3号水上偵察機は横須賀海軍工廠が開発した日本海軍の単発服用三座総武器船式の水上偵察機プロペラ14式水上偵察機の生産が開始されて間もない1927年に海軍は14式推定の後継機の開発を愛知航空機中島飛行機及び 川西航空機の3社に対し指示した。また、これとは別に海軍の直轄として、横須賀海軍交渉に対し14式2号、推定改め 1C として、施策を行わせた。横須賀海軍交渉では、沢二郎少佐を設計事務者として、14式水上偵察機をもとに、作業を開始し、1、翌年8月に、ブリストルジュピター発動機、または、 91式液霊500馬力発動機を搭載した試作機2機が完成した。これに対し、愛知航空機をはじめとする各社は、複雑水上偵察機の試作設計の方に注力する、ため自体する結果となった。2。名前は14式であるが、交換溶接構造の胴体は、後半部を細くして高価型重座を設け、主翼、尾翼も、 再設計されており全く別の機体と言ってもよかった。そして、水冷エンジンのロレーヌ450馬力発動機を装備した14式2号改め 1C、ジュピター海8に戻し機種を延長した14式2号改め 1D を経て1932年4月に90式3号、水上偵察機として正式採用され、量産は川西航空機が担当した。 最大速度は14式2号推定と大差がないが、武装が前方固定機銃2丁、後方旋回2丁に爆弾2 5 0ラムまでと格段に強化されているのが大きな特徴である。初期生産型では発動機にジュピターを搭載していたが、後期生産型には91式500馬力発動機が搭載された。 川西で発動機を91式500馬力発動機に換装した後期生産型は最大速度が時速1 8 5トルに3 0 0 0ルまでの上昇時間も25分に短縮している。しかし開発に時間をかけながら大幅な向上が認められず、さらには後継機となった7子水上偵察機の開発が順調であったため生産機数は17機に止まった。 1932年2月頃から戦艦に搭載されており、第1次上海事変の際には、水上規模艦の塗料の搭載機として出動している。また、海軍に堅牢された航空機は、報告号と呼ばれていたが、その第1号、2号は本機であった。90式3号水上偵察機の略版は、横小製が E5Y1、カーニッシュ製が E5K1 となっていた。 前期型、ありがとうございます。